こんにちは。決めたことをやる。ただまあそれだけなんですけどもね。なんでやるのか決めたからなんですよ。自分の人生は自分でどうするかを決めていくんですよね。それがだから言い訳をしてできなかったことを自分にね言い訳をして、それで仕方がなかったんだっていうふうに自己肯定感を高めていくのか、それとも速稼塾でずっとやってるようにね、いやまだなんか方法あるんじゃないかなというふうに自己否定感を持ってね、人格否定じゃないですよ、自己否定感を持ってまだ打つ手あったんじゃないかなと思いながら、まだこうやったら時間できるんじゃないかなと、なんかそう思うことによってね、いや自分の人生もうちょっとこういうふうになるんじゃないかなと、来年の今頃こうなってるんじゃないかなと、来月はこうなってるんじゃないかなというふうにね思えるかどうかですよね。で根拠なく成功することは私はないと思うんですよ。それ一部の天才は根拠なき自信っていうので成功に導かれると思いますけども、私たちはすべからく根拠を持たなければ筋道立てて成功することはできないですし、望みの人生を送ることができないんですよね。でも天才でもないのに根拠なき自信が大事だみたいなね、天才の言う名言を真に受けて自分に当てはめてしまって何も起きないってことになります。だってまずは圧倒的に何かがね秀でてる、もしくはバカバカしいことをやり続けるってことで、バカバカしいことがものすごく一本気にね、それこそバカ一徹、これを成し遂げることによって自分の優位性を作っていけると思うんですよ。私はね YouTube であり、それからサイト作成でありね、セミナーの回数多分群を抜いてると思いますよ、こういうのは。で Facebook ライブだって4000回以上やってましたからね。で、毎日こういった YouTube のライブ放送ももう何年やってるってことですよ。もう YouTube のライブ放送、本当 YouTube さんね、よくこんなカテゴリー作ってくれましたよ。私は徹底的にやってますからね。それからジンドゥさんもね、ジンドゥどれだけ私使ってるかすごいでしょ。ジンドゥの無料のホームページね、ビルダーこれ使ってね、1円も払わずに億という金額を叩き出してるわけですよ。だからね、世の中にはね経費がかからないんだけども、ものすごくビジネスにエクスキャリバーみたいなね、もう斬鉄剣みたいな最強の武器があるんですよ。ただですよ、なのに二足三門って言ったら言い過ぎかもしれませんけども、そんなに力がないものに大きなお金をかけちゃうっていう人がいるんですよね。そうなるとせっかく売上が上がっても経費を一生懸命かけてるんで全然利益に結びつかないんですよ。もう落ちてるもんで十分です。石だって売れるわけですよ。私はもう自分の人生を振り返ってみると、よく旅行中のハワイで石打ったなと思いますしね。でそれをネタにしてよくセミナーで人を驚かしてるなと思いますし、さらにそれをネタにしてよく最後のセールス成功させてるなと思いますし、そのセールスした実績をもとによくね速稼塾ってものを肯定感強く前面に出していけるなと思いますし、そしてそこで集まったお金を結局は次のステップ、投資の方に生かしてるということなんですよね。結局上り詰めたその山の頂点っていうのは新たなる山のふもとなんですよね。だから私がアフィリエイトやってたのも結局種銭を作るためであったり、 FX をやってるのも投資のその基礎を築くためであったりね。で今最高峰と私が思っている暗号通貨の市場でものすごく私は今度はビジネスなりセミナーなりいろんなことで集めた資金、速稼塾の販売もありますけどね、そういうので集めた資金を今度ね爆発的に増やそうとしてるわけなんですよね。でそのために海外の銀行や海外の暗号通貨の取引所も現地に行って口座を作ってきて、で上限を取っ払ってきたりとか、税制もきちんと国際税制を学んだのも結局その材料なんですよね。だから一つ一つの知識とかっていうのは、私40歳まで麻雀店をやってましたんで全く知識なかったです。そっからスタートです。じゃあ暇だったのか、暇じゃありません。1日16時間麻雀店の勤務です。麻雀以外することができません。でも一生懸命ね、私なり一生懸命に少ない時間で密度濃くやれば、たった1時間やったことでも波の人の5時間分10時間分自分に詰め込むことができたと思います。まあ、詰め込み教育っていうとね、もう私たちロスゼネ世代の得意分野ですからね。もうね、受験、競争、そういった戦争ともいえる教育戦争に巻き込まれて、受験戦争に巻き込まれて、就職戦争に巻き込まれて、そして超氷河期世代を過ごしてね、その全てがね私の今のこの中高年たる40歳、40代、50代のネタになっているというね。いやーなんか逆境すら私にとってはもう追い風ですね。もうこうなったらね、もう何でも来いって感じですよ。この1年間の感染症騒動、これもなんとか自分に向かい風ではなくって、私がくるっと振り向くことによって向かい風を
追い風にしたみたいなことでね、1年間進んできたなって思います。資産は圧倒的にまた増えて、で今暗号通貨に関しては決済のタイミングを迎えているというね、もちろんまだまだ暗号通貨上がると思いますけども、私の力量ではこのくらいかなと思ってますね。まあいろいろと話あちこち行きましたけども、私今ね投資をやってますけども、投資の世界に入るまではやっぱりビジネスをしっかり構築して、そしてビジネスを構築するために0円で大きな利益を上げていく、これをシンプルに決めてやってきたってことなんですよね、うん、で決めたことはもうほとんどやってきたかと思います。で決めたことをやるもんですから、結局自分の目指していた結果に近いものが積み重なっていって、まあ、今に至るのかなと思いました。だからね、なんか人に騙されたとかね、なんか変な商材買っちゃったとか、自分はノウハウコレクターだとかね、それで自分を美化しててもしょうがないんですよ、うん、こういうことじゃない、さざ波みたいなもんですよ。それこそ100万盗まれた、200万損した、300万ビジネスで失った、全部ね、こういうの材料です。もうラッキーと思わないといけない。こういうのは、こういった損失っていうのはまるであれですよね、さらに大きな利益を上げるための、まあ単なるね投資でしかないわけですよ。痛い目を見たらそれを投資としてね、その痛い目を見たところから這い上がる、そのバイタリティに変えていかないとね、しょんぼり潰れてる場合じゃないですよね。マトリックスアフィリエイト、バキューン、マトリックスアフィリエイト、メタ流星、お前この野郎、うん、俺にかなうかこの野郎、まっとうな方法で売り上げ上げてみろということでございますね。